日切りました。今日の朝切ってきた。もうちょっと後に切るのもありかなと思ったんだけど、ちょっとスケジュール的に今日しか切るタイミングなくて、今日の公演前に切ってきました。そう、ミスターと一緒に切ってきた。朝から同じとこで、隣の席で。その前、去年一昨年くらい、一昨年かにバッサリ切った時と同じところの美容室さんに切ってもらいました。ドライヤーまだやってないから自分で分かんない。シャンプーもドライヤーもまだこの長さになってやってないから。本当に今日切ってきて、その美容室から出てそのまんま劇場に行ったから、そう、もう私はずっとボブにしたくて、でも急にさ切ったからなんで切ったのってめっちゃ言われるけど、でもボブにしたくって、成人式のために伸ばしてたから、成人式終わったので切ろうと思って切れました。めっちゃ好評っていうか、メンバーとかメイクさんにすんごい褒められました。めっちゃいいって、似合うって言われた。よかった切って。でも美容師さんにね、頭の形がいいからショートも絶対似合うって言われたんですよ。だから次はショートにしようと思ってます。まだいつか決めてないけど、いつかショートにしてみたい。次は大人っぽくなるよね、やっぱ見る髪、切ると短くなる。今度はもっとショートとかにもしてみたいです。でもショートの方がなんか想像つくって20日とかにも言われた。ボブとショートは違う。ショートはもうほんとこんな、ちょっと言うで分かんないけど、こんな、頭の形がいいんだって。私この後ろのくぼみがいいんだって、初めてね、そういうこと言われたからちょっと嬉しくなっちゃいました。ショートやってみたかったけど、絶対似合わんやろなみたいな、まあ似合わんでもやってみたいけどと思ってたけど、でも美容師さんにさ、頭の形がいいからショート似合うよなんて言われちゃったらさ、ちょっと嬉しいじゃないですか。やりたくなっちゃうよね。だからまあいつかやりたいですね。トリマこんだけ切ったから、ボブにできたから満足。ひとまずちょっとですね、この長さをキープすることはないからな、一旦ちょっと伸ばす。でこのくらいになって、そっからロングにするか、この短いままいくか。めっちゃ軽くなりました。もうびっくり、なんか、ね、頭が変な感じ、逆に軽すぎて。もうだってさ、めっちゃ減らしても、だって20センチ髪切ったんですよ。やばいよね、超減った。ママに家族の LINE に切ったって写真送って、そうだ、 LINE で写真送りました。ママがずっとロング派だったけど、私最近彼はボブが似合うと思うよって言ったので、ちょっとそれも一つの決心につながりました。でもさ、今日私のこの髪短い写真を自分で見てさ、めっちゃ母に、母親に似ててびっくりしました。自分でなんか初めてここまでめっちゃ母親に似てるって、自分と母親が似てるって思ったの。私の母も今割と短めなんですけど、めっちゃ似てるって思った。なんか似てるって言われることあったけど、自分で似てると思ったことなかったんですよ。全然似てないじゃんと思ってたけど、今日自分の写真を見てこんなに思ったの初めて。声は似て、どうだろう、声こそ分かんない。自分の声って分かんないもんな。自分のさ思ってる声とさ、なんか録音とかで聞いた時の自分の声全然違うもん。
んな感じで切ってきました。髪の毛ね、前髪もちょっと広げたんですよ、幅、狭すぎって言われたから広げた。めっちゃもうなんか今日髪切ってテンション上がりすぎてハイテンションずっと朝から。なんか逆に昨日とかはなんかさ、それこそ撮影があって昨日、この長い髪もう切っちゃうのか、なんか寂しいなみたいな、恋しくなってたんですけど、もう切ったら切ったら最高すぎてうわって感じ。前髪は、前髪はねほぼ切ってないかも。長す、幅を広げてちょっと軽くした、地味に切ったか。でもこれアイロンしてるからね、そんなに前髪は何もしてないです。見てめっちゃ短いですよね。なんかね癖でさ、今日劇場公演前ストレッチとかしててさ、いつも髪がブワーンって感じなんですよ、長いし量多いから。いつもこうやって起きるときボサってする癖でさ、こうやってあれ髪がないみたいな、そういうことがめっちゃありました。なんか髪触っててあれないみたいな、触っててあないみたいな。とにかく切れてよかったです。切るタイミングあるかなと思ってたけど、今月中に切りたいみたいな言ってたじゃないですか、1月中に。なんとか1月中に切りました。ちょっと早く切りたくてしょうがなかったから、切れてよかった。これであの舞台のカツラも一瞬で、てかさ短すぎて心配になる。一応大丈夫、カツラ、カツラ舞台で被ってるじゃないですか。その何、毛量がさ急にあの変化しちゃったらさ、カツラが浮いたりとかしないかなっていう問題がねやっぱ発生するので、ボブにしたいんですけど大丈夫ですかって言って許可は一応得たんですよ。だから大丈夫だとは思うんだけど、大丈夫だよっておっしゃったので、だけど大丈夫なんかな。え、すんごい、もう後ろ髪とかめっちゃ短い、まあ、自分で触ってびっくりしちゃった。え、後ろ髪全然ないやんなんかめっちゃ不思議な感じです。セットが大変そう、でも短いの慣れてないから。短いのより髪長い方がセットしやすいから、短いのは難しいんですよね。多分明日跳ねてるだろうな髪の毛。そうそう、カツラね被りやすくなりそう。大丈夫かな、本当に少ないから今髪が、それ浮いちゃったりしないか心配だけど、本当前までがめっちゃ髪多かったから。ねえ、しばらくメンバーに気づかれない絶対。明日とかさメンバーに会ってさ、これでマスクしてみたいな、でおはようございますって言っても絶対気づかれなさそう、私って言わないと。ツイッターとか載せてるからわかんないけどね。触っちゃう髪ずっと。ね、シャンプーとかさ髪乾かすのがすぐ楽になりそう。楽そう、これは楽そうだ。セットが大変だけど絶対に、だってもうすでにちょっと跳ねてるもん、こっち側、こっちはさこうやってまとまってるじゃないですか。
私前切った時もそういう癖ついてたんだよな。こうやってすればこっちが跳ねるんだよね、外に。かわいいこの髪型。こけしみたい、こけしみたいでかわいい。うれぴー今日ちょっぴりメイク濃いめにしてみた。アイラインめっちゃ長いです今日。こっちなくていいんだ。めっちゃ地味にちょっとラーメン多めに入れたりとか、超地味に濃くしてみたけど、もうちょっといけるなとは今思いました。昨日ハッツとかと私のメイクの話をしてて、薄いってちょっと濃くしてみたんだよ。かわいい。今日のメイクはうまくいきましたね。イエー、髪の毛がめっちゃいい匂い。美容室でつけてもらったオイルがいい匂いすぎて、めっちゃいい匂い。最高、もう嬉しいな嬉しいな。そうだね、2日の公演と4日の公演で見れますよ、来る方は。今日本当に何も言わず切ったから、私皆さんに何も言わずに突然切ったから、サプライズでございました。どうしようかな。今日は片耳こうやってかけて出たんですよ。2日はどうしようかな。ヘアアレンジというヘアアレンジもできないけど、両耳かける、ちょっと変か。かけるなら片耳、ちょ外羽とか、外羽変かなこの長さ。でもね、メイクさんが言ってたんだよな、こういう外羽なんか したいねみたいな。え、絶対可愛い。いや、いいな、しよう。ちょっと次外跳ねしたいです。短髪。え？わはは。前髪はねほぼ切って、前髪ほぼ切ってないです。ちょっとね軽くしてもらったから。うん、イエーイ。うん、眠眠眠眠。ショールーム配信するの久しぶりだな。ずっとやりたかったから嬉しい。もう毎日ショールームしたいと思いながら生きてたのでやっとできた。うれぴー、最近は何があったかな。昨日は何してたっけ。昨日はね、撮影でしたね。撮影がありました。昨日夢見る3人同じ時間だったんだよ。メンバーみんないっぱいやる、いっぱいメンバーいる撮影だったんだけど、たまたま夢見る3人同じ時間だった。すごくね。あ、そうそう、ミューテツ見に行ったんです。そういえばジョン・マイ・ラブ、私めっちゃ見に行きました。東京公演、まず初日は、あれ、初日は26日はゲストだったから、ゲネと初日公演見て、2日目は何で行ったんだっけ。あ、2日目は朝からレッスンがあって、
で午後空いてるやんと思ってから、さやりんと同じだったからレッスンが、そのまま一緒に行って見たんですよね。それはルンテツ岬区だったっけ。で3日目は見れなかったんだけど、千秋楽の日は午後だけギリ間に合ったんですよ。マジでギリ間に合ったから急いで行って、ミューテツが見たいって思ってたから急いで会場に行って見てきました。そう、千秋楽行きましたか。本当に良かった、めっちゃ泣きました。ゲネも見たんですけど、26日のそれもミューテツだったんだけど、なそのなんだこの4日間でめっちゃここまでこんなに変わるんっていうくらいさ、すごくなってて、本当によかった。もうなんかもっと満たすぎてね、まあ残念だけど、そうでもよかったよ、本当によかったです。ミューテツめっちゃよかった。 見ましたか皆さん。そうよく行き、もう絶対29日選手力無理だと諦めてたんだけど、そのそれこそあのロケロケの収録が終わって間に合うやんと思ってギリ間に合った。マジでさあさあって準備終わらせて急いで行きました。ミューテツね、なんかもうよかったな、もっと見たいって思ってた、ね、盾がめっちゃかっこよくって、なんかでも本当になんか作品として純粋に見るんですけど感動するし、だけどさやっぱ鉄やってるとさ、こういうやり方もあるんだみたいな目線でどうしても見ちゃうんですよ。仕方ないんだけど、まあ、でもいいことだと思うし、そういう面でそのミサ鉄もミュー鉄も初めて見て、この東京公演ですっごく勉強になるっていうか、ああこういうのもあるんだなっていうのすごい学べて、なんだろう、それを真似するとかじゃないんだけど、なんていうのすごい、やっぱりさずっと何回も自分あのやってるとさ自分の型にはまってきちゃうから、もっと いろいろなんだやってみるって大事だなってすごい思いました。伝わってるかな。そうめっちゃなんだろう、いい時間だったなっていうか、うん、本当にあえて見ることができてすごい良かったなと思いました。あミューちゃんはねすごくやっぱダンスもさめっちゃ上手じゃないですか、そもそもな。だからダンスめっちゃかっこよかったし、歌もめっちゃ上手かった。歌声が綺麗すぎてよかったですね。綺麗でもうすごい泣けちゃったし、綺麗すぎて綺麗で綺麗すぎて感動したし、病室のシーンとか素晴らしすぎて泣けましたね。キクも本当によくって、もうルンキクとミサキク、ミサキクはやっぱ歌がさ歌声が好きなんですけど、ミッサーの透き通ってる声というか、でも透き通った声だけど力強さもその中にある的な、いいでミッサーって声がめっちゃいいじゃないですか、元から。だからキクちゃんのなんだろう歌にすごく合ってたし、すごいさ感想いいですよね、感想語り会みたいになってるんですけど、余韻に浸らせてほしい。そうめちゃおきくちゃんの歌に合ってたし、なんだろうてっちゃんもいいんだけど、ミスターってやっぱ おきくちゃんの役すごい似合ってましたね。衣装も似合ってたし、なんかそれこそ4期で5期でもやったのおきくちゃん愛媛でやってるこの方とかと全然違ってすごいなと思いましたね。うん、ルンキクは
もう聞くやんってなりました。聞くやんみたいな。歌もすごすぎたし、もうなんかすごすぎて、すごすぎた。もうなんか足りないももっと聞きたいってなっちゃったし、足りない全然。演技も上手すぎて、聞くやん聞くやんってなった。ずっとやってたのってくらい。なんか本人はさ、すごい、もう全然ダメ、私なんかが聞くちゃんなんてみたいに言ってたけど、すごかったもん。よかったよね。よくさ3人ともさ東京公演って本当に準備期間というか稽古時間も全然なかった中で すごくあそこまで仕上げてて素晴らしいなと思いました。結局できちゃうというね。無理って言ってたけど、みんなすごいよ、本当に尊敬する。いっぱい見に行けてよかったです。ね、なんかでも見てるとやっぱ私も東京公演出たかったなってすっごい思っちゃったんですけど、そうやっぱ見てた私も出たかったなって思いましたけど、だけどすごいなんか純粋に観客側とし、観客の方側として見れて勉強にもなったし、純粋に感動しましたね。うん、3人ともすごいなと思いました。はい、ね、東京よかったな。なんかでも最後の方とか、このジョン・マイ・ラブを東京でやってるっていう事実に感動しちゃって、私は東京の何サンシャイン劇場でみんながジョン・マイ・ラブやってるみたいな、東京でみんなに見てもらってるって、なんかそういうとこにも感動しちゃって、ね、盛り上がりすごかったですよね。よかったな、とっても。私のも見たかった、そう言ってくれるだけで嬉しいです。私はね、でもまた2月に愛媛でいっぱい公演やるから、ぜひそちらも見てください。お待ちしてます。それこそあの3月のスケジュールも出ましたよね。ちょっとツイッターでまたお知らせしようと思ってたけど、3月のスケジュールも出て、3月1日から6まで出ます。で、私のジョン・マイ・ラブの千秋楽が3月6日に決定しました。みんなぜひ千秋楽まで見に来てください。お待ちしてます。本当に私2ヶ月くらい何も しない期間が空いて、稽古もないからめっちゃ不安なんですけど、ちょっとみんなさんにぜひ応援していただきたい、見に来ていただいて。いやもうね、今不安すぎてできる自信もできないと思ってるんですけど、でもああやって東京公演見てすごい刺激をもらったので頑張りたいですね。みんなのいいところを見て勉強になったので、私ちょっと吉田にしかできない鉄を頑張るぜっていうパワーをもらいました。いやマジおもろかったな、喧嘩のシーンとか爆笑。そうやばいやばいとか言ってるけど、やばいんだけど、でも頑張るしかないから頑張る頑張るしかないから頑張る、頑張るんだ。そうそう、前鉄の時も、前鉄皆さん前鉄もねぜひ来てくださいね。チケットまだ販売中、私が把握しときゃ陰気ないやつですけども、前鉄の日は私が連鉄やるから、鉄やってるから、上前レブで、そっちもぜひ見てください。待ってます。
連鉄は独特の面白さがある、よく言われます。私は面白い面白いっていう、それこそ今の万次郎さんとやるのが楽しみってめちゃくちゃいろんな人に言われた。楽しみです。そうそう、そんな感じ。東京公演楽しかった、いい4日間でした。なんかみんなキャストの皆さんにも久しぶりに会えて、はい、嬉しかったですし、5期からの新キャストの皆さんにもご挨拶できたのでよかったです。うん、そうだね、最近の近況そんな感じです。うん、そうね、またジョンバライブの話がしてないけど、皆さんぜひ来てください。私が次出演するのは2月13日です。13から17待ってます。福島、そう、頑張って福島、頑張って福島もありましたね。28日、ありがとうございました、来てくださった皆さん。めちゃくちゃいいイベントだったというか、出演させていただけて嬉しかったです。すごい楽しかった。なんか長かったから、あのイベント自体が、うんね、めっちゃ長い時間ですごく楽しかった。ライブも楽しかったし、福島、私福島に行ったことなかったけど、福島の美味しいものを食べて福島の魅力をたくさん知れたので、絶対に福島行きたいなって思いました。楽しかったな。ね、そう、お酒ももらって、お酒飲みました。あのね、うさっきは飲んでないんだけど、日本酒をいただいて、そう、福島の日本酒ちょっとなんだけど、めっちゃ美味しかった。うわ、なんてお酒だったか忘れてたけど、そうそう、美味しかった。ポップコーンもいただいたし、めっちゃお土産いっぱいいただいた。配信もあったからね、配信も見てくださったかね。日本酒すごい飲むわけじゃないけど割と好きです。全然飲まないけど、たまにさあ飲む。おいしいよ、おいしいよね。全然さ、わかんないけど、日本酒詳しくないというか全然知らないけど、おいしいよね。よかった。なんかライブも楽しかったな。瀬戸利がすごい好みだった。そんな感じかな。最近の私はさやりんと昨日まで11日連続で会いました。やばくね、11日だって。あのさやかのツイッターにも載せてたけど、ユニバに行ってきたんですよ、2人で。USJ ユニバーサルスタジオジャパン行ってきて、それが、まあ、割と前なんですけど、割とちょっと前なんだけど、それこそジョン・マイ・ラブで一緒に4期に出て、そっから仲が縮まったなって感じがする。ユニバ行こうって話してて、あの方年パス持ってらっしゃるんで、すっごい詳しいんですよ、ユニバのこと。4年前くらいに2人で行ったっきり、私も行ってなかったから、そう、行こうって話してて、で行ってきました。めっちゃ楽しかった。なんか前回行った時にはなかったマリオのコーナーあって楽しかった。
まあ、さやかが詳しすぎてこう歩いてて、あ、このアトラクションはこういう乗り物でこういう感じで楽しいんだよみたいな、あ、この乗り物あと何分だから先にこっち行ってそれからここ向かおう、じゃあこの間にご飯食べようとかさ、もう効率がめっちゃ良すぎて私はもうずっとついてってたんですけど、ガイドさんみたいな感じだった。ハリーポッター行った、マジでめっちゃいろいろ乗った。朝一で行ったんですよ。朝もう開園の時間朝から行って、で閉園までいたからずっと一日中いた。マジプロ、すんごい楽しかった。呪術廻戦も見てきた、めっちゃ楽しかったな。ヒゲがつくビール、あ、それね、飲もうと思ったんよ。飲もうと思ったけど結局飲まなかった。甘いんでしょあれ、飲んでみたいって言ったけど結局飲まなかったんだよ。マリオのところで食べたご飯、そんな食べなかったな。でも食べ物はまた写真載せますね、いっぱい撮ってくれたから。さやかがめっちゃ楽しかった、なんかめっちゃ仲縮まりすぎて急にずっと喋ってた。それもあったから11日連続で高橋さやかさんと会ってました。なんであの前でもね、お仕事がさ一緒だったんだよ、たまたま毎日会ってた、毎日。今日やっと、あ、やっとっていうか今日久しぶりにさやかに会わない日でした。11日ぶりに高橋さやかに会わない日でした。そう、夜行バスで行ったの。夜行バス初めて乗った、人生で多分。あんな何時間もバスに揺られることなかったから超心配だったけど爆睡でした帰りは新幹線だったけど、初めて夜行バス乗った、ずっと寝てた。え、寝れた。なんか最初の過ぎてたんだけど、もう後半戦爆睡だった。確かにあれ年取ると無理だなと思ったとちょっとね疲れそう。どうなんだろう、いけるもんなんかな、体が疲れそう。寝れない。そう、きついよね。そうそう、私はもう割と寝れるタイプだからそこまで苦じゃなかったけど、うん、自分のリップグロスのチキ当たりましたって、すごい、やったー、ありがとう。こちらこそありがとうございます。楽しかったな、ユニバー。また行きたい。サヤリンは遊園地巡りが趣味らしいので、私も遊園地大好きだから、ディズニーとかさ、富士急とか一緒に行きたいですね、また。明日もサヤリンに会えちゃうんですよ。今日久しぶりに会えなかったけど、明日会えちゃうんです。ウレピオ。ウレピオです。会えちゃう、会えちゃう。その次も会えちゃう。その次は分かんないけど、明日、明後日会えちゃう。ちょっと明日も朝からレッスンがあるんですけど、レッスンというかリハというか、そのダンス、明日のリハのために練習をしなきゃいけない。ちょっと今日は寝れないんですよね、私。実は今日私ちょっとオールしなきゃいけないかもしれない、明日のリハに備えて。
いや、私が本気を出して一瞬で終わらせれれば寝れるかもしれないけど、ちょっと寝るの怖いですね。覚えていかなきゃ。だから、いやー、とりま配信終わってお風呂だけ済ませて、もう頭に振り付けとスティッシュブワーってぶち込んで、まあ2時間寝れば生きれるから、私は。2時間寝たいかオールか。へえ、微妙に寝ちゃうとね、逆に疲れちゃうからな。今日は寝れねえのですよ、私。頑張る。最近の私、眠た。今すぐにでも寝らそうくらい眠たいけど、最近あとなんかあったかな、最近なんかあったかね。皆さんなんかありました？でも1月がもう今日で終わりですよ、村さん。明日から2月。早っ。2月か。2月はでも今週は公演いっぱい出るから。え、待って、私2月11日ってさ、波動じゃない？私2月11日波動ですよね。なんか2月11日波動だよね。波動じゃん。2月11日で12日はお話し会、お話し会で、で13日はジョンマイラブ号機初日。ちょっと待って、そうだった。波動って何時に終わるんだ、やっば。お話し会って何時ですっけ、私スケジュールが把握できてなすぎ。私2月めっちゃ充実してるじゃん。充実してるじゃん、私2月めっちゃ。お忙しいね、私。早い。4部ならまだ大丈夫か。波動終わるの遅いですよね。いやー、やばっ。私生きていけるかな、波動やってお話し会やって、もう初日だって。生きていけない。生きていけるんだ。行くんだすごいスケジュール。頑張ろう。わあ、いや、波動、私本当にもう自信なさすぎて、めっちゃ下手なんですよ、私波動。本当に弱っちくてセンスないんですよね、波動。私頑張る、だから応援してください。頑張る。うわー、舞台が心配だけど練習する日もないけど、だけど頑張る、楽しみだから。2月私忙しい、吉田2月忙しいやんけ。2月暇になるなとか思ってたけど、そんなことなかった。嬉しいですね、嬉しい。え、2と4は公演ですよね。
っという間だね。なんか毎回舞台の前私忙しいわ余裕がないスケジュールで動いて、逆にスケジュール詰まってた方がなんかいろいろ焦んないかも。もうなるようになるしかないってなっちゃうかもしれない。2月も楽しんでいきました。皆さんみんなに会える日がいっぱいだね。嬉しい。よろしくです。2月もよろしくです。やだ寝たい寝たいよけど寝ない。私は今日寝ない。絶対にお風呂にすぐ入ってダンスの練習するから30分になったからちょっとじゃあスクショタイムしましょう。今日はメイクしてるし髪を切ったのでみんなにスクショしてもらおうと思います。こけし部屋じゃーん。目が開かない。マジで眠すぎて。スクショしてくれましたか？スクショ終わろうかな配信。ありがとうみんな遅くに見てくれて。そうですね。ランキング読みます。ランキングを読ませていただきます。13位天津風さんありがとうございます。12位まさやさんありがとうございます。11位ももじさんありがとうございます。10位まぼろしさんありがとうございます。9位関西栄東氏さんありがとうございます。8位ポンフさんありがとうございます。7位わさっぴさんありがとうございます。6位あきふみさんありがとうございます。5位鳥親父さんありがとうございます。4位こたんさんありがとうございます。3位ももかんさんありがとうございます。2位タートシさんありがとうございます。そして1位かなあさんありがとうございます。ありがとう。みんなインスタにも写真載っけてるからぜひ見てね。ありがとうございました。おやすみ。おやすみ。またね。バイバーイ。